皆さんも金曜、とある人のツイートで、インフルエンサー的な立ち位置の人なんですけど、こういうツイートをされていて、ちょっと気になったんで、ちょっと言及していきたいと思います。お金を稼ぐプロセスがストレスフルだと、せっかく稼いだお金がストレス発散に使われがちっていう、すごいシンプルなツイートなんですけど、これに関しては、ものすごく理があると思います。結局ね、お金を稼ぐプロセスが、ストレスが溜まっていると、それによって、ものすごい大金を稼いだとしても、そのお金をストレス発散のために使ってしまうってことなんですよね。そうだよねって思いますね。だから結局さ、お金を稼ぐっていうのは結果なわけじゃないですか。お金、数字、結果で、そのプロセスとか過程、直訳すると過程とか、そういう話になりますよね。心意気とか気持ちとか精神状態とか、その目に見えないものこそ大切にするべきなんじゃないのかなって思うんですよね。だから、勝てば完軍みたいな発想で、結果だけにコミットすると、人は絶対にその汚くもなるし、なんか心証悪いこともしたりもするし、やっぱそういうふうにたくさん稼いで、結果数字を得たとしても、せっかく稼いだお金がストレス発散に使われてしまったら何の意味もないし、なんか心と体を害してしまうよねっていう、結論だと思います。だから分かりやすく言うとさ、銀座で豪遊とか、今の時代そんなにいないかもしれないけど、とか、見栄を張るためとか、自分を大きく見せるためとかに、お金を使ってしまう、大金を使ってしまうってことはね、毒でしかないじゃないですか。全然建設的なことに、お金使えてないし、なんか、幸福不幸のベクトルで考えたら、幸福ではないよねって話になりますよね。と同時に、あと、松下幸之助のなんか、言葉を拾った、直接喋っている YouTube 動画を見たんですけど、松下幸之助もやっぱお金は稼ぐより使う方が難しいって言ってましたね。やっぱあの人も苦労人ですごい稼いで、長者番付的なものにね、その上の方に来るぐらい自分稼いだっておかげさまでって言っていたんだけど、でもこの稼いだお金を今の私が何にどう使えばいいのかが本当に難しくて、本当に考えなきゃいけないことだって言っていたんですよね。それをね、自分の欲望とかエゴとか、なんか、虚栄心を満たすためとか、なんかね、自分を大きく見せるためとか、快楽のためにやっぱ使ってもいいことないよねって分かってるから、そう言って悩んで、じゃあ何に使えばいいのかっていうのも、すごいなんか難しいって、おっしゃっていたんですよね。そういうなんか松下幸之助のテープを YouTube 動画に上げてる人がいたんですけど、それとこのインフルエンサーの人のツイートをたまたま同じ時期に見て、なんか話がリンクするから、自分のその考えとかもちょっと載せて、お話してます。それで、お金を稼ぐプロセスがストレスフルじゃない方がいいんだよ、結局は。だからお金を稼ぐプロセスが、幸福とか充実感とか達成感とか、ね、なんかいい人間関係とかで、プロセスで、お金が、中くらいしか稼げないとしても、お金を稼ぐプロセスがストレスフルで大きく稼ぐよりかは絶対いいよねって話なんだよね。だから結局その円が大きくなるか小さくなるかの話じゃないですか。で、大きく回してるか回してないか、その陰とアウトの話ですよね、お金。だからましてやね、今って物を持たなくても、どうにかなる時代っていうかね、ミニマムがよしとされているし、服とかもね、安くておしゃれできるじゃないですか。とね、化粧水とかもめちゃくちゃ安いんですよ。ハトムギ化粧水とかね、こんなんがもう500円とかですからね。あと、美容院とかも本当安いし、それ考えるとミラリとか、なんか全然ね、お金がなくてもある程度整うわけですよ。昔みたいにブランド品を着てることとかがステータスっていう時代でもないし、って考えると、やっぱなんだろうね、年齢がいっても、男だったらね、30過ぎても40過ぎても、20代の女の子となんかフランクにスッて溶け込めるような自分でいることとか、なんか相手の女の子のその興味あること、関心あること、自分が知っていることとか、だから要は楽しく毎日過ごすってことの方が重要なんじゃないのかなって僕は思ってるんですよね。だからそのお金を稼ぐプロセスがストレスフルっていうのは、要は仕事だけがストレスフルだと、やっぱ仕事とプライベートで切っても切り離せないと思うんですよね。
仕事がそのストレスフルですごいお金稼いだとしても、そのプライベートがじゃあすごいあの穏やかな気持ちであの精神状態がいいのかってなると、いやそんなこともなくて、むしろね、あの仕事がそうだとしたらプライベートの方があのそういうふうに穏やかとか精神状態を良くするためにあのたくさん稼いだお金をプライベートでたくさん使っちゃうってことになるわけじゃないですか。なんかお金を使って いろんなものをなんか得てないとやってらんないよねみたいな感じになるわけじゃないですか。それが一番危険だと思うし、やっぱ結局ね、それこそスピリチュアルじゃないけど、やっぱ心とか、まあ、魂とか人間関係とか、うん、そこだよね。そのプロセスとか目に見えないものをその本当に大切に考えなきゃいけない。そこを尊重する。で、まあ、僕なんかまあ極端な話、非正規で、あの結構ね、その体も壊しやすくて、あのお金も、ね、その医療に使っちゃって、まあ、あのクレジットカードも止められたりとかして、まあ、特別その経済力が弱いんだけど、まあ、これはね、俺の場合はちょっと極端すぎるわけですよ。でもまあ、それなりに楽しくやれて、そんなストレスもないわけですよね。ただ、まあ、体を壊したりとか、まあ、確かにね、カードが止められるとね、クレカが、ストレスになりますけど、まあ、自分が悪いとはいえ、だから、まあ、僕の場合はこの感じでちゃんと経済力がついてきて、あのね、あの潤ってれば、まあ、最高だよねって思うんですよね。だからまずはその軸としてストレスがなくて、なんかその心構え、精神状態、魂の状態、人間関係がいいことが、あのそこが先と思うんだよね。その中で自分のその円をでかくしていくことを考えればいいのかな。その円もね、いきなりはでかくならないわけじゃないですか。ちょっとずつでかくしていく感じですよね。その円っていうのは、さっきも言いましたけど、その入ってくるお金と使うお金ですよね。だからその円さえでかくすればいいじゃんっていう発想がそもそも良くないんですよね。それがなんだろうね、僕があの学生時代に親からその与えられた価値観でもあるんだよね。いい学校入った、勉強をしっかりして、テストでいい点取っていい学校に入って、なんかいい会社に入っていい大学で、そういう出世コース、エリートコースで幸せになるよって。でもそれが結局ね、ストレスフルでね、その入った会社ってどうなるか分かんないしってことを考えると、まあ、そんな肩書きとかよりもとにかく常に自分の心の状態とか、まあ、使ってる言葉だよね。使う言葉とか、付き合ってる人間関係、やっぱ周りにいる人っていうのはイコール自分だと思うしね。周りにいる人は自分を映す鏡っていうじゃないですか。って考えると、やっぱそのお金を稼ぐプロセスがストレスフルだと、せっかく稼いだお金がストレス発散に使われがちっていうのはあまりにも愚かで悲しすぎるし、でもこういう人結構いるしね。こういう人ほどなんか自分をなんか肯定なんかしがち、正当化しがちだと思うからね、じゃないと、まあ、やっぱアイデンティティじゃないけどって思うんだけど、で僕の考えをそのいいと思ってくれる人はその僕を登録してくれて見ているわけじゃないですか。絶対その方がいいからっていうのはあの断言できますね。まあこれで終わりにします。どうもありがとうございました。